はい、こんにちは、ジャンゴです。今回はクラロワね、動画撮ってみようと思います。ということで、やっていこうと思うんですが、まあ、とりあえずね、なんか魔法の箱開けられるみたいなんで、これを開けるところから、始めていきましょう。まあ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 、サクサクね、中身見ていきますが、まあまあまあ、ビビドラ出ましたか。はい、これも開けちゃいましょう。はい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 。で、今回なんですが、今回はね、ちょっとこちらのね、チャレンジ、フォーカードショーダウンチャレンジってやつをね、やってみようかなと思います。まぁ、ちょっとね、フォーカードショーダウンがね、意外と面白かったので、珍しくね、あんまりイベント系はね、動画にしないでね、裏でさらっと流してというか、やられちゃってたんですが、まぁ、今回はね、ちょっとやってみたいなと思ってね、ただこれどうしようかな、あんまりね、楽しいけど勝てないんだよねっていう。プッチョなぁ。プッチョを封じるために墓は有効っぽいから、墓入れてみたいような気はするんだけど、まあ、あと矢の飴欲しいよなぁ。とりあえずこの2枚入れといて、あとどうしようかなぁ、みたいな。とこなんだよね。あと意外とね、バトルヒーラーとかも面白そうだなと思ってたりはするんだけど、バトルヒーラーもね、なんか倒しきれないとめっちゃ出てくるから、これプラスなんだろうな、これプラスメインの火力的なところでね、ペッカとかメガナイトとかはありなのかなとかね、もしくはまあこのでかい骨の人か、でかい骨の人もな、どうしようかな。こっちもね、ちょっと試しに使ってみたいような気もしてるんだけど、これでいってみるか。いやー、どうかな。まあまあまあ、ちょっとこれでいってみましょう。これって途中でデッキ変えらんないんだっけ。まあ、なんか変えらんなかったような気もするけど、いっちゃいましょう。ほい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 。さあ、スタートですね。いってみましょう。とりあえず、後ろから、相手メガナイトか。メガナイトちょっと、嫌だな。これどうしようかな。ちょっと、こっちに釣り上げるか。で、両サイドから攻撃させて、ちょっとロケット奉仕もやだね。まあ、プッチョも来る？しまった。ちょっと後ろをついてって欲しかったのに、離れ離れになってしまった。ね、ちょっと待って。これはロケット奉仕は一回矢の雨。矢の雨、ちょっとプッチョを止めるために、プッチョを止めるために、いやダメだ、止まらんこれはちょっと無理そうだな。プッチョがどうにもならないね。矢の結構墓石でね、プッチョなんとかできてる時もあったと思うんだけど、ロケット奉仕もいるとね、ちょっとダメだね悲しい。ちょっと待って、ちょっと待って。せめて反撃できるように。いや、ダメだな。これはどうにもならん。相手の最後の一体は回転切りの人だったのか。プッチョ強いよな。はい、いっぱいしましたね。あ、変えられるのか。
ちょねー。ちょっと待って。さっきの全然止めらんなかったし、さっきの感じで言ってみる？今の人。なんだっけ、メガナイトとプッチョを使ってたよな。メガナイトロケット方式プッチョか。で、回転切りの人だったけど、まあ、回転切りの人のところを矢の飴にしといて、メガナイトどこだ？いた。メガナイト、ロケット方式、プッチョ。まあでもやっぱ攻めてる方が有利な感じはあるからな。これで行ってみよう。まあ回転切りの人はね、最後に見せてくれたけど、ほとんど使ってなかったわけだし、こっちの方が使える機会多いんじゃないのってことでね、とりあえずメガナイトから出していきましょう。さあ、相手は、おっと、バトルヒーラーが来ましたね。ほい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 。これはロケット砲、あーボーラー、ちょっと待って、それはちょっとなんとも言えんな。なんだ、ちょっと待って、これインフェルノドラゴンどうなの。ふわっと、危ない危ない。あーでもなんとか守れてる、守れてるんだったらなんか悪くないんじゃないか。さあどうだ、おっと、ちょっとキングタワーが起動してしまったが、まあでもプッチョがたどり着く。はい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 。まあメガナイトドッシンしてぶん殴る、ロケット砲士も起き、ふわっと、ちょっとインフェルノドラゴンがでもいっぱい来るのは嫌だな。はい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 。ちょっと待って、ちょっと待って、これはこれで厳しい。あーっと、ちょっと、あー、はい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 。あーでもなんかいい勝負をしてるな。ちょっと待って、プッチョ前に出そう。あー追い越してっちゃうか。ちょっと両サイドプッチョ矢の飴打ってみる。微妙。はい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 。なるほど。これはちょっとメガナイトを落とす。で、あっと、ちょっと待って、うわっと。はい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 。まずいか？いやいやいや、ちょっと待った。さあさあさあ、あーでもあと900。ボーラー、うわっと、どうする、うわ、ちょ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 、それも嫌だね。まあでもプッチョがなんとかしてくれるか、プッチョがなんとかしてくれるんじゃないか。どうだ、さああと590。メガナイトも落とす。さあ、いけいけいけ。あと590、569がなかなか落とせんぞと。ちょっと待って、いや、プッチョ置く、プッチョは壁。まあ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 、オッケー、なんとか勝った。はい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 。そうか、インフェルノドラゴンと、なるほど、ああいうのもあるのか。まあしかし、なんとか勝てましたね。とりあえず一勝。やったぜ。さあ、このまま次行ってみましょう。さてさて。ラムライダー！ラムライダーが来た。これはどうするかな？もう一回踏み潰すか。いや、結構食らってる。もう一回踏み潰して。ゴーレムも来る。はい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 。うわーっと、ちょっと待って。それも嫌だね。インフェ、あーっと、危ない。矢の雨結果往来。しかし、インフェルノドラゴンが結構削ってくる。痛い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 。痛い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 。ラムライダー、
ちょっと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 、まずい。ちょっと待ってちょっと待って、1400。さあ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 、矢の雨ガチャンできず。ただし、ゴーレムがまた来て、はい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 、相手呪文はないか。いや、しかしロケット方式だけでかなり鬱陶しい。ラムライダー痛い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 、ちょっと待ってちょっと待って、まずい、これはちょっと待って、ダメか、ちょっと厳しそうだな。しかも2回目のラムライダー、いやー、ちょっと待ったちょっと待った、せめて1本折らないといけないのに、プッチョ出す余裕が全然ない。防戦1本になってもよくないな。ほい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 、なるほどね、ラムライダーもやだね。なんか日付変わったかも。そうだね、まあ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 、ちょっとこれも受け取っておきましょう。あっという間に2連敗してしまったな。やっぱこれ難しいよな、結構。さっきのは、ラムライダーとインフェルノドラゴンと、ロケットフォーシュと、なんだったっけ。まあただラムライダーとインフェルノドラゴンで結構、うまいことやられちゃったなという感じでしたね。プッチョ出すチャンスがなかったな。ちょっとラムライダーにしてみようかな。いろいろ行ったり来たりになるが、プッチョんとこラムライダーにするとコストが重すぎるか。矢の雨も欲しいかと思ったけど、インフェルノドラゴンもありか。ちょっとやられるとね、その相手のデッキにしてみたくなるというね。こんな感じで行ってみましょう。どっちにしろね、次やられたら終わっちゃうので、まあできればもう少し、勝ちたかったですが、まあとりあえず後ろから、おっと、とりあえず後ろからメガナイト出して、おー、そういう感じか。まあ、ラムライダー、ロケット方式って行こうか。いや、それは痛い。はい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 、なるほどなるほど。なんだ？エリートバーバリアン、レイジー。いや、ちょっと前に、ガンガン行った方がいいか。エリートバーバリアン、エリートバーバリアン、レイジ、エリクサーポンプみたいな感じか。いや、厳しいのかこれ、ちょっとわかんねえな。まあただ一応タワーへのダメージってことで言えば、うわー、ちょっと待ってちょっと待って、それ、いや、ダメだ。いや、厳しい、これは厳しいな。あーこれやられてる、ダメだこれ、ちょっと待ってちょっと待って、エリートバーバリアンが手強いな。ちょっと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 、さあ厳しいか。600、こっちはでも400。いやー、矢の雨いって、いや待って、危な、ちょい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 、いけいけいけ、急げ急げ急げ、まずい、いけ、
よし、いける。よし、オッケー。オープンの。やった。ギリギリ。はい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 。オープンねー。なんとか2勝目を挙げることができましたね。さあ、じゃあもう一戦行きましょうか。ちょっと負けたら終了ですが。このラムライダーで、行ってみましょう。いきなり出す方がいいのかな、ラムライダーって。あー、それは良くない。ちょい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 。それは予想してなかったね。まあ、なんとか耐えられたけど、危ないところだったな。はい、オッケー。さあ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 、これでこちらロケット星だけが残ったわけで、まあチャンスなんじゃないかなと思いつつ、ちょっとさすがにメガナイト落とすで、ロケット星も、ガンガン出していく。はい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 。まあインフェルノドラゴンとかもつけますか。でジャンプして、はい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 。いや、しかしうまいこと守られてしまったか。はい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 。危なっ。危ねえ。ちょっと待って、ちょっと待って。これでも相手は呪文はないな。斧投げてくるやつと回復するやつとミニペッカーなので、まあ、あとあれか、防衛施設なので呪文がないんだね。オッケー。これだったらなんか守ってれば削り勝てそうって雰囲気もしてきましたよと。はい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 。ただミニペッカが入らないように注意しないとね。ミニペッカが入ったら終わってしまうという形。はい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 。ちょっと待って、ちょっとどこ、呪文がないから多少固めて出してもいいはず。メガナイト落としましょう。メガナイト落とす。ちょっと待って、ちょっと待って、ロケット方針、ロケット、じゃあちょっと待って、止まんないかこれ。待った待った待った、危ない。いや、まずい。ちょっと待った待った、まずい。一気に来られた。やばい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 。ちょい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 。いや、でもね、相手呪文なかったから、呪文なかったからこれ押し切れるんだよ。あー、その斧はダメだ。いや、ちょ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 、わかんなくなった。急にわかんなくなった。っていうか俺も呪文ないじゃん、よく見たら。なんで。ちょっと待った、入れ替えたの。わ、そうだね、入れ替えていつの間にか呪文なくなってるね。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。マジで危ない、マジで危ない、マジで危ない。ちょっとちょい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 。おっぶねー。ギリギリだな今回も。336、なんとか勝ち。オッケーオッケーオッケー。そっか、いつの間にか俺も呪文がなくなってる手持ちに。はい、3勝目ですね。まあ、3回負けたら終わりっていう性質上ね、とりあえず最悪ね、負け越しはなくなったなということで、じゃあもうちょっと続けられるみたいなんでやっていきましょうか。さあ次はどうだ。ちょ、いきなりラムライダー行きましょう。おっと、相手は反対側から。ちょっと、いやー、でも2発とも食らってしまった。そしてナイトとキアにやられる。はい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 。ちょ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 、結構食らってる。いや、でもね、相手もね、防御力はそんなにないと見た。吹き矢は嫌だけど、あー、それ嫌だね。はい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 。吹き矢は嫌だけど、まああとそのね、爆弾がね、爆弾が決まるんだけど、うわー、ちょっとナイトに破られてる。まずいまずいまずい。いや、ダメだこれ。結構きつい。そんなに相手防御力ないだろうって言ったけど、それを、あー、それを考えたとしてもちょっとまずいねこれ。
はい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 。いや、まずい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 。痛い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 。ちょっと待て。あー、ダメだ。防げない。これは完敗。っていうか、そうだ、メガナイトもいたのに、なんでメガナイトを出さないっていうね。メガナイトのが、なんとかなるチャンスあったかな。どうなんだろう。ちょっとわかんねえ。もうもうもう、こっちから行こう。メガナイトと、うわー、ちょっと待って、反対側からでも爆弾がいっぱい来る。ちょっとさすがに、キングタワー落とされたら終わっちゃうから。キングタワー落とされたら終わっちゃうので、いや、まずい、10秒。あー、ダメか。しまった、今、ラブライダー飛ばさないとダメだった、どっちにしても。っていうか、まあ、1本しか折れないと、どっちにしろ勝てないか。グッドゲームって言ってるので、パチパチしておきましょう。はい、ということで、3勝3敗で、フォーカードショーダウンのね、チャレンジ終了ですね。まあでもこのルールは割と楽しかったな。勝てないんだけどね。勝てないけど楽しかったという感じですね。あれ ?3 回勝ったけどあれか。そっか、最初の1勝は日付が変わる前だったんだ。ちょっとね、12時ギリギリにやってたんで、じゃあもう一回勝ってデイリー終わるとこまで行きましょうか。っていうかこれやるか。ね、あ、こんな感じのこっちは使ってたんだね。まあまあまあ、じゃあこれで行ってみましょう。って言ってもね、まあフォーカードショーダウンなかなか勝てないんで、あと一回勝つまでやろうとか言って、こっから長くなる可能性もあるけどね。ショータイム。それは結構相性悪そう。反対側にプッチョ放つか。とりあえず骨で足止めしながら反対側にプッチョ投げていきましょう。ちょっとこれ止まんないな、きっと俺も。ちょっと反対側に投げたプッチョでごまかしきる。反対側に投げたプッチョでごまかしきろう。いや、ショータイムそっちにも出すのかよ。いや、まあそらそうなんだけど、これは矢の飴打って、矢の飴じゃ倒せないんだけど、矢の飴しつこく打って、はい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 。まあ、どっちが早く折るか、どっちが早く、いや、ダメだ。ちょっと待った。生き残りすぎだろ、そっち。ダメだ、これは。これはちょっと無理そうだね。ショータイム。ちょい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 、ちょっとお手上げだね。はい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 。そう。はい、まあもうちょっと行きましょう。骨で時間稼ぎして反対側からプッチョを流し込むっていう。またこいつか。うわー、ちょっと待って、先にあれだな、ロケット砲士ぶん殴ってからこいつ倒させて、まあ一旦落ち着こう。少しダメージ入りそうなので、それはそれでよしとして、折れる？マジかよ。いや、今ので折れるとは全く思ってなかったけどね。それは予想外。あ、諦めたね、これ。諦めたなら、ちょっとガンガン折らせてもらおうか。まあ、そうなんだよね。これね、うまくいくと一気に決まっちゃうから、そういう時にはね、諦めてもらえるんですよね。ってことでね。オッケー。これでデイリーもしようか。まあもうちょっと、もうちょっとポイントあれだけど、まあここまで、おっと、そうか、宝箱ももう一個受け取れちゃうので、もう一回やろうか、じゃあ。ちょっとデイリー消化して、まあチャレンジをね、勝てるとこまでやってデイリー消化したら終わろうと思ってたんですが、なんかもう一個宝箱埋まるみたいなので、もうちょっと行きましょう。まあ決着早いのもね、利点だと思うんでね、これは。何もしてこないな。様子見？
まあでも2倍になってから攻めてくる可能性もあるか。おーっとそういう感じか。ちょっと待った、1回矢野はね、はい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 、で、プッチョ出していきますか。あー相手もプッチョか、相手もプッチョ。まあ、ちょっと矢の雨打って、はい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 、まあ、プッチョに対してはちょっと、いやこれあれかな、足止めもうちょっとした方がいいか。さっきの感じだとプッチョ流し込みながら少し足止めに、うーん、あーっとちょっと全然足止めできてない。待って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 、あちょい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 苦しいか。いやでも落とせるね、こっちはこっちで落とせて、はい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 、あいけるいけるいける、これはいけるんじゃないか、いけるんじゃないか。ちょっと待ってちょっと待って、オッケーオッケーオッケー、よし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 、もういかにプッチョを流し込むかのゲームみたいな雰囲気もあるな、こう見ると。はい、ということで、まあね、デイリーも終わって宝箱も終わったので、今回はここまでにしましょう。はい、空振りっすね。でね、ちょっとね、昨日動画撮れなかったんだけど、デイリーだけ開けたらなんと、こちらのね、ウルトラレアの強化の指南書が出てきまして、デイリーの箱から。なのでこれはちょっとね、動画で使おうかなと思ったんですが、ね、あそうか、ここだとちょっとレベルが12になってて分かりにくいか。ちょっと一旦こっち戻って、今ね、ペッカで使ってるのが、こんな感じになっていて、ロイヤルゴーストがねまだレベル12だったんだけど、ちょうどね、ちょうどウルトラレアのワイルドカードも8枚ありましたので、これを使って、これでロイヤルゴーストが、レベル13になる。でさっきの本があるので、ロイヤルゴーストもこれでレベル14にできますよということで、ね、結構ペッカのデッキが仕上がってきたなという感じですね。まあ、あとは、ゴールドナイトが13なのと、ボイドがレベル12なので、まあ、ボイドを少しね、強化できると嬉しいかな、というとこですね。まあ、スーパーレアのワイルドカード51枚なので、まあ、次は100必要だから、もうちょっとかかるけどね、というとこですね。あれ？あ、そういえば、いつの間にか、プリンセスタワーもレベル上げれるのか。この前あれか、ペッカレベル15にした時に一気に弾のレベル上がったんだっけ。お、エリートワイルドカード、はい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 、なるほど。これでね、まあそっか、プリンセスタワーもレベル14になったよということですね。まあゴールドナイトとボイドのレベルを上げて、あとはまあワイルドカードが必要なので、もまだねちょっとかかるかなというとこですね。まあせっかくね仕上がってきたから、こっちはこっちで進めたいなと思いつつ、まあとりあえず伝説の道ね、リーグ上げていくのをね頑張ろうかなという感じですね。はい、ということで今回はこれで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょ。